こんにちは。神田です。J2 リーグ第7節、千葉新潟戦は、結果は1対0で千葉が勝利と。うーん。アディショナルタイムね、ワンプレイで、ま、決められるという展開になったんですけども、 ま、千葉はね、こう前節から二人メンバーを変えてきて、ま、前線から、えー、趣味のことを考えると、新潟のセンターバックの、えー、千葉選手、マイケル選手で、ダブルボランチの甲選手、島田選手のところに、えー、ソロモン選手、風間選手、ミキ選手がね、制限をかけていくのか、 そこがね、重要なのかなと、えー、思いました。で、新潟はね、えー、前節から4人メンバーを変えてきましたが、まあ、やるサッカーはね、変わらずに、うまくボールを運んでいくこと、本間選手、松田選手のところに、うまく、えー、サイドでボールをね、保持する時間、ボールを早くね、つけることができるか、 相手の守備陣をね、食いつかせる意味でも、こう、重要になってくるんじゃないのかなと。で、新潟は、えー、試合開始早々から中盤でのね、講、え、師、ー、の切り替えが早く、それに対して、こう、サポート役、えー、早い球回れが、まあ、90分間ね、できるかどうかが、まあ、大事になってくるんじゃないのかなと。で、千葉は、こう、前プレイをかけてきていたので、 ま、それに対して、新潟のね、高選手、島田選手のポジショニング、えー、新潟の2センターバックに千葉がね、2枚でプレスをね、かけに来るのであれば、高、えー、選手、島田選手の、まあ、ポジションが落ちてきて、えー、ボールをね、受ける位置を間で受けに行くのか、 それとも、まあ、センターバックの脇のね、部分まで落ちてきて、ボールを受けるのか。まあ、そこの立ち位置によって、こう、新潟がね、うまくビルドアップをして、前にね、ボールを持ち運ぶことができるかが、えー、ポイントだったのかなと。で、新潟の攻撃でいいところは、相手ね、陣地内に入ってから、 攻撃のね、バリエーションが豊富なので、まあ中央突破、えー、サイド攻撃、サイドチェンジ、千葉の立ち位置を見ながら、えー、全員がね、いい判断をしているので、こう千葉がね、最初、守備が、えー、ちょっとね、こう、バタついていたなと。で、新潟の本間選手、町田選手がかなりね、えー、外に張っていたなと、えー、感じました。 で特に、えー、松田選手は外にね、ポジションを取りつつ、そこでね、パスを受けてからの中にね、ドリブルというのが得意な形なので、まあその特徴を活かすために、えー、外にね、えー、張っていたのかなと、えー、思いますで。この試合もね、新潟の谷口選手の落ちてくるね、タイミングがね、もう絶妙にいいなと。 谷口選手が落ちてきた時の高木選手がね、こう、裏に飛び出していったり、谷口選手と横並びでいたり、まあ、空いたスペースをね、見つけるのがね、ほんと高木選手がね、非常にね、うまいなと、え、思いました。で、新潟は、こう、両サイドバックの藤原選手、渡辺選手が、 外に張って幅を取りながら、まあ、千葉のね、選手がプレスにかけに来ることがあれば、まあ、高木選手、本間選手のところに隙間がね、できていたので、そこに、えー、くさびのね、縦パスをうまく入れていたなと。それと、新潟はね、焦らずに、こう、徐々に、えー、徐々に、こう、押し込んでいくことで、まあ、両サイドバックが高い位置を取ってくるので、まあ、攻撃しているときはいいんですけども、 こう、守りになった時に、後ろにね、広大なスペースができているので、そこをね、千葉は、ま、徹底的に狙ってきていたなと。ですけども、そこのね、裏のカバーは、ゴールキーパーのね、小島選手が、しっかりね、対応できていたと思いましたので、ま、この辺はね、やっぱりこう、新潟の守備がね、安定している部分なのかなと。 で、こう、人がね、立ち位置を変えながら、ボールをね、引き出すことをして、速いテンポで、え、動かしていくこと。ただ、こう、闇雲に、え、ポジションをね、変えていくのではなく、お互いのね、立ち位置を見ながら、しっかりね、誰かが開けたスペースを、誰かが使うっていうことを、本当にね、こう、新潟は、よくね、え、できているな、やっているな、え、思います。で、千葉のダブルボランチの横、 えー、隙間が、新潟がね、うまく使えていたし、まあ、先ほども言いましたが、外にね、本間選手、町田選手が張っているので、それをね、千葉の誰が見るのか、千葉の福光選手、秋山選手がマークに行くと、中がね、手薄になってしまって、まあ、新潟からすると、えー、中央突破がね、できるチャンスが増えていたのは、まあ、そういうことを狙いで、えー、やっていたのかなと。 で前半は、こう、新潟がね、ボールを保持しながらという、まあ予想通りの展開でしたが、まあ保持できてる分、こう余裕があったのかなこう、新潟は、こう、裏へのね、飛び出しがちょっとね、少なかったのかなと、え思いました。で、後半も、千葉がね、いいラインの押し上げを前半動揺していたので、新潟は、こう、2列目の飛び出しを使うように、え、後半はね、してきていたなと。 まあ、高木選手、もしくは、えー、もう一列下がっている藤原選手が飛び出していく。で、千葉のディフェンスラインが下がったところに、谷口選手がね、隙間に落ちてきて、くさびのパスを受けに来るっていうことをやって、まあ、攻撃にね、えー、変化をつけようとしてきていたのかなと。で、新潟はね、えー、攻撃的な選手を交代して、人も変えて、 え、前に前にと一手をね、取りに行っていたんですけども、千葉のね、画像をなかなかこう崩すことができずというか、うーん。まあこういうね、展開が続いていたので、まあ引き分けで終わるのかなと思って見ていたんですけども、まあまさか、まさかのね、最後の最後で、こう、劇的なね、展開というか、試合、 になってしまって、まあそのままね、試合終了という形になってしまったんですけども、新潟のね、ファーサイドに、えー、身長のね、高い選手がいる中で、まあ新潟がね、ゾーンで守っているところに、えー、ドンピシャで、えー、ニアサイドに、クロスボールが入ってきて、えー、鈴木選手がね、下がりながら、うまくね、ヘッド と頭で合わせるという形からのね、プ手になったんですけども、まあ決してね、簡単なね、えー、ヘッドじゃ、ヘディングじゃないと思うんですけども、まあよくね、えー、鈴木選手が首を振って、えー、ゴールという形まで持っていったなと思います。えー、鈴木選手のね、まあ執念で、えー、決めた、まあゴール、 だったんじゃないのかなと見ていて感じました。まあ、千葉のね、執念を感じましたかね、本当最後のワンプレイは。うん。で、試合をね、振り返ってですけども、こう、千葉のね、守備の硬さ、えー、前線でのハイプレス、こう、自陣に戻ってからの、こう、ブロックの作り方、えー、ゴール前での最後ね、体を張った守備、 全てにおいてね、こう、集中がね、えー、できていたし、えー、高い集中力を持って、90分間、えー、試合をね、やっていたなと感じました。で、新潟は、こう、終始ね、いいパフォーマンスはできていたと思うんですよね。だからこそ、こう、だからこそ、こう、最後のね、失点した部分は、まあ、神田はね、まあちょっと、まあ、めちゃめちゃ悔しい思いを、 しているんですけども、まあちょっと強いて言うであ、強いて言うのであれば、まあ後半の方がね、千葉にうまくね、守られていた感があったので、まあ悪くはなかったと思うんですけども、まあ先ほどね、触れた部分で、千葉のね、集中力がすごかったのかなと、え思いました。で、次戦が新潟はアウェイでね、え熊本戦なんですけども、 神田が、えー、前々日からね、大手の方で、えー、出張に行っていますので、まあ、そのまま、えー、熊本に入って、3年ぶりにね、アウェイ戦に、えー、参戦しようと思っております。で、久々の、えー、アウェイ参戦ですし、えー、このチャンネルでのね、初のアウェイ動画アップとなりますので、 ま、現地でね、えー、新潟の戦いぶりを、まあ、お届けできたらなと思っております。まあ、久々のアウェー戦となりますので、まあ、新潟の勝利をね、目の前で見れるように、しっかりね、応援できたらなと思っております。本日もね、長い動画になりましたが、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございます。それでは、また